うちのチャンネルでも週に2本、多くて3本は iPhone で撮った動画を出しています。っていうのも、カウンター席だけのラーメン屋さんとかそういうお店ってテーブルのスペースがそんなになかったりするじゃないですか。で、今撮ってるカメラがキャノンの HFG20 なんですけれども、こういうビデオカメラをお店に持ち込んでカウンター席に置いたらもうね、お料理を置くスペースがなくなっちゃうんですよ。だから iPhone は、まあ、そこまで画質にも問題ないし、一番いいかなと思って使ってるんですけども、唯一の僕の気に入らない点は、音質ですよね。とにかく音がこもって聞き取りづらいの。そこで今日は iPhone 用のマイクですかね。こちら、Shure の MV88 というものをちょっと買ってみました。iPhone のマイクで言うと、これがもう独壇場じゃないかということなので、買ってみたのですが、まあ、説明書が入ってますね。で、なんかのコード。そんで、こちらですね。ケースに入ってるから、もうちょっとカバンとかにポンって入れて、で、しかも軽いです。すごく軽いです。どんくらい軽いんだろう。待って、ちょっと待って、こう、あ、ちょっと、もっと軽いものと比べちゃった。はい。これです。はい、これです。最初からマイクに風切り防止の綿が、ついてる状態ですね。こっちの写真だとこんなについてなかったから、ちょっと今びっくりして動揺が隠せませんが、綿がもうアフロ状についています。刺してみますと、はい、こういうことになります。装着して、アプリを開いて、このアプリで録画をするってことなんですかね。ではまずはこのマイクをつけていない状態の iPhone の動画に切り替えてみましょう。こちらでございます。ボン。そんなわけで今これはこのマイクをつけずに iPhone で撮っている動画でございまして、音質はこんな感じなんですけれども、普段ちょっとこの価格がやっぱ狭いって感じますよね、 iPhone だと。ですからこのローソン100で買ったレンズをつけて使いたいんですよ。で、そうなると意外とね、このレンズっていうのが iPhone のマイク端子を潰すみたいなことも言われてまして、インカメラの場合はそうでもないのかな。でもちょっとどうですか、音質に関してはどうでしょうか。今インカメラの音質こうです。外のカメラはこうなってまして、これにこのレンズをつけていきます。音くはなるけど、多分こうすると本当に音を潰しちゃうと思うんですよ。このままちょっとじゃあこのマイクもつけていきます。あ、どうでしょうか。このね、広角になったまま、広角になったまま今マイクをつけてますが、これで音がこもってなければかなり成功なんですけども、今もうこれはフル装備です。はっきり言ってフル装備で、このレンズもつけつつマイクもつけつつで、ラーメン屋さんとかに行っても本当にここに丼置いても結構僕の顔がそんなにアップで見えずに済むっていう素晴らしいことになると思うんですけども、今映像を確認してみたら、このレンズをつけてしまうと、ちょっと、この辺なんか、その、電気の何かが反射して、粒ができちゃうの、消したいんだ。これをこうやって消していきたいんだけども、なんとかなんないかな、これね。ポンデに変わるレンズをご存知の方がいたら、教えてほしいし、解決策がある方も教えてほしいです。基本的にこれがもう OK になったら、iPhone はかなり使えると思いますから。で、まあ、本当にね、綺麗にお料理とか撮りたい場合はもちろん、一眼レフ、ちっちゃい一眼レフとかコンデジがいいと思うんですけど、だからコンデジも今実は僕探してまして、自分の中で一番、目つけてるのは G7X キャノンの、それを変えたらいいなって思って、今、ちょっと狙ってます。だから、コンデジに関しても、なんか、本来これが一番 YouTube に向いてるよとかね、このパネルもね、こっち側に向くしとかいうのがあったら、詳しい方教えてくれたら嬉しいですっていうマイクのレビュー動画かと思ったら、最後コンデジを教えてくれっていうわけわかんない動画になっちゃった。